て音楽を流していろいろ始めることが多いです。なんかもう全然朝が全然起きれなくて苦手なので、前にあげたモーニングルーティーンがホテルでやったんですよ。なんかホテルバージョンのモーニングルーティーンを撮ったんですけど、家でやってほしいっていうリクエストがすごくありがたいことに多かったので家で撮りました。だいたい朝ごはんは食べないことが多いですね。私は家出る2時間前とか、その仕事何時からかによって起きる時間決まってるので、もうずっと寝てることが多くて、あとは何時に寝るかはそれも次の日の仕事次第なんですよ毎回。なのでなんかもう全然お昼過ぎとかからお仕事の時は3時ぐらいまでアニメ見たりとかして過ごして、もうすごい夜更かししちゃったりとかもあります。でもなんか朝がすごい早い日はめっちゃ早くお家帰ってお風呂とかゆっくりして余裕がある時間に寝ます。今年を振り返ります。一昨年が私いろいろ芸能とか始めた年で、みんなに知ってもらったりとか、そういう全部始まる系のことが多かったんですけど、今年はなんかそういうのも落ち着いて、なんかゆっくりファンの方を増やしていったりとか、あといろいろまた今年も始めることがでも多かったかもしれないです。一番嬉しかったのがモアミーを始めたのが今年なんですけど、なんかずっと夢だったコスメのブランドを立ち上げられたのが結構嬉しかったですね。あ、でもその前にカラコンプロデュースもしたんですけど、カラコンプロデュースもこの年でできました。10代最後になんかしたかったんですよね、いろいろ。なんで20歳になるまでにいろいろプロデュース系を始められてよかったです。エッグが雑誌として復活したのも今年ですね。もう2冊目までやったんですけど、また3冊目が3月号、4月号なんか春に出されるので、ぜひ皆さん買ってください。でもずっと2018年にずっとなんかエッグを雑誌にしたいですってみんなにめっちゃ SNS で言ってて、2019年にできたから、それはなんか本当に有言実行できたっていうか、みんな頑張ってよかったなって思います。みんなで結構嬉しいことが多かったですね。 TGC とかにも出れたりとか、つい最近 TGC ティーンがあったんですけど、こう歓声もすごい嬉しかったんですよ。気にするじゃないですか、自分が出てきた時になんかあんまりキャーって言われなかったらどうしようみたいな、超気にしたんですよね。なんか怖くて、結構やばいぐらいキャーって。来年の目標はモアミーで商品をもっといいペースで出したいんですよね。でもなんかこう初めてすぐプラザに出したっていうのは本当にすごいめっちゃ奇跡で、今日はちょっと撮影ではないので薄メイクでお出かけします。来ました、次は前髪をアイロンします。いった。アイロンは最近なんか変えたんですけど、アイロン大体なんか全然1万円以下で買えるくせに、これなんかブリーチしてる人はこれを使えみたいな感じでヘアメイクさんが言ってて、私髪の毛が痛みすぎて切れ毛がすごかったんで、これ勧められて買いました。バイオプログラミングヘアビューロン 3D プラスっていう、わかんない、多分3万ぐらいするんですけど、これ痛まないんですよ本当に。なんかやるたびにサラサラなるっていうアイロンです。これで、メイクと髪の毛は完璧です。
できまーす。